よ、なんだ、時間よりちょい早いじゃねえか。それでどう戦うんだ？相手の戦法は知ってるって言ってたけど、対策は立ってるのか？いや、フラガラックは封じられねえ。ありゃあよくできた迎撃砲具だ。まあ、正直に戦えばまず負ける。こと切り札の出し合いなら、フラガラックは最強の一つと言っていい。それだけ？それだけ。こっちが宝具さえ使わなけりゃ、フラガラックは波の宝具だ。まあ、向こうは好きに切り札を使えるんで、宝具なしじゃちときついんだが。あの女とは宝具で蹴りをつける。すぐに済むから、お前は離れて様子を見てろ。アベンジャー、あれは何だ？何って、サーヴァントだよ。一目瞭然じゃないか。そんなはずはない。あんなサーヴァントは今までいなかった。あれは何のサーヴァントだ？アベンジャー、セイバーでもない、アーチャーでもない、ライダーでもキャスターでもアサシンでもない。あれは。それこそ一目瞭然だな。あマスター、あの獲物を見てまだ何もわからないのか？おい、今からあんたを殺すわけだが。え？待って、待ってください。私はあなたと戦う理由はない。あなただって私と戦う理由は。あるだろう。あんたは聖杯戦争に勝つために来た。サーヴァントを全て倒すまで戦いは終わらない。あんたは今、俺と殺し合うためにここにいる。違う！私は、あなたとは戦わない！そうだ。あなたとは戦わない。あなたとは戦わない。あなたとは戦わない。
だってあなた私のこと知ってる。知らねえよ。あんたみたいな負け犬に覚えはない。ではあなたは私の敵か。そうだ、この後子裏、ルーン使いなら意味が分かろうよ。その陣を敷いた戦士に敗走は許されず、その陣を見た戦士に退却は許されない。我ら赤枝の騎士に伝わる一騎打ちの大金塊だ。その心臓、アンサラ。もらい受ける。甘く見たな、サーヴァント。言いたかないんだけどさ、割と切羽詰まってんだこっち。時間制限があるとは思っていなかった。頼むよ、このままだとつまらない結果になる。彼女がそういう風になるのは嫌なんだ。
悪かったな。どうやら寄り道が過ぎたようだ。しかし、どうしてこう、いい女にばっかり縁がないのかね。取った。あんたに別れは言っていなかった。忘れ物だ。これはあんたに返しておく。ああ、割り合わねえ。お見事。
で、俺とやる気力は残ってるか、ランサー。残ってる、と言いたいが。ほら、なんだ。こっちの問題で無理そうだな。悪いな。あとは好きにやってくれ。大体俺の仕事はここまでだろ、小僧。バゼットを殺したところで聖杯戦争は終わらない。何しろ俺がいる限り何度でも蘇るからな、そいつは。お前は。まあ待て、そう張り切るな。せっかくバゼットを殺したんだ、とっておきのショータイムが待ってるぜ。なんだこいつら、全然やる気がない。チキショー、マスターを失ったからな。俺も奴らの仲間入りかよ。お前は一体。こうして俺は失敗する。よく見ておけ、エミヤシロ、これが正体だ。俺は無限に失敗する。俺は無限に死に続ける。この俺がいる限り聖杯戦争が終わることはない。いいか、天の杯に至れ。虚無を埋めろ。やめろ。聖杯を満たせ。やめろ、やめろ。可能性を皆殺しにしろ。やめろ、やめろ、やめろ。見えない、見えない。もう何も見えない。そうだ、本物の俺を殺しに来い。やめて、やめて。来ないでよ。殺しに来たら殺してやる。あっ。
天の杯。